桃旅チャンネル、たかくんです。サニモです。はい、ということで本日はですね、若者とジジイの電動カートどっちが速いか対決。操作は簡単。ここがアクセル、うん、そしてここがスピード。今最高にしてあります。遅いのはこっち、まあ最高でやりますね、ただこんだけ難しくないんですよ。はい、はい、そしてここのコースを回ります。はい、ジジイは右から、タカ君は左から。最後にこれをどっちが早く掴むかで競争します。負けないぞー。レッツゴー。ガッツ石松、やばい、やばい、負けねえぞ。ケンザ、マケンザ、あ、今ほとんど同じでしょうかね。あ、嘘、クロスで、やばい、折り返し負けた。はい、さーて、負けれんぞ。あー、やばい。あー、取ったよ勝ち、負けたということで、第1回戦はタカ君の勝ち思わぬ形でね、勝ちがこぼれてきましたけど、自信が負けたさあ、それでは続いて第2回戦です。第2回戦はこのモバイル X、 どっちが早く閉まって、そしてまたここにこの状態にね、また立て直します。はい、だ、閉まって直すまでのスピードがどっちが早くできるかを勝負していきたいと思います。はい、じゃあ第2回戦行ってみましょう。第2回戦スタートじゃ。よし、行くぞ。はい、じゃあスタート。本当にね、モバイル X は組み立てもめちゃくちゃ簡単なんですよ。よいしょ、楽勝。はい、じゃあこれでまず半分 OK さあ、じゃあ今度直します。もう時間はい、よし、はい、OK、 若者の勝利。負けたはい、ということでね、第2回戦もタカ君の勝利でございます。まあ、あのタニモには一生負けんような気がするかな残念じゃ。はい、ということでご覧いただきましてありがとうございました。まあ、あのモバイル X ね、使ってスピードだとかね、あの組み立てやりましたけど、一応これ言っておきます、あくまでやはり電動の車椅子ですので、こういう競争がね、目的じゃありません。あくまであのキビキビ動くよとかね、組み立ても簡単だよというのを見ていただくための動画ですので、あの実際にはこんな真似をしないようにお願いいたします。はい、それでは今回もね、桃旅チャンネルご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございましたはい、もしよろしかったらね、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして甘いなトリモさん、モバイル X の鍵持った？え？ダメやん、 YouTube 撮れんやんか、谷本さん。